はい、皆さんこんにちは、スポーツビジネスセビでございます。はい、今日もですね、質問にお答えしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、今度プレ事業を行いたいなと思ってて、はい、でこの時、まあ、無料体験とかじゃないですか、うんうん、なのでそういう無料体験に来てくれた人たちとかにどういうふうにその会員になってもらおうかなっていうので、うん、まあ、迷ってる方たちとかに強引に行った方がいいのか、うん、あんまりこう強く行き過ぎない方がいいのかっていうのを、うん、その感触というか、うん、を教えていただければなと。まあ、なんかちょっと強引か優しくかみたいな話でいくとちょっとまたあのニュアンス難しいんだけど、はい、これ、まあ、スポンサーの営業とかでもねよくあるんだけど、ね、まあ、今日、はい、なんかこう最後自分がしてほしいことをちゃんと伝えてないっていうパターンが結構あるんです。まあ、どういうことかというと、はい、入会してほしいじゃん。入会してほしいですね。それが目的ね。で体験に来てるってことは興味があるんですよ。ああ、はいはい。こっちがピンポンして無理やり体験に引っ張ってきたわけじゃないよね。会場まで体験に来てくれてるわけなので、はい、ね、でまあね、今日ここで子供たちどうでしたかって子供たちは楽しかったですよかったですって絶対言うじゃん。そうですね、うん、言ってもらえると思います。うん、悪くてもほぼほぼ言うと思うんですよね。はい、まあ、なんならうん、いやちょっともう最悪でしたとあんまりなかなか普通にしてたらそんなまで言わないと思うんですけど、で、まあ、やっぱもちろんやったらどんどん、まあ、やったら絶対楽しくなるし子供とかも最初は緊張しても出てただその時にちゃんとあ、まあ、でしたら、ね、こういう申し込み書これあるのでこれ書いてこういうふうに提出してください、ね、入会これ申し込み書入ってるのでご記入いただいてで申し込みお願いしますっていうことでちゃんとやってほしいことやっぱ伝えましょうっていうこと。ああ、なるほど。はい。うん、なんかね、例えばほら、まあ甘酸っぱい記憶というかね、高校生とか大学生ぐらいの時に、はい、一緒にじゃあ帰りましょうとかね、なんか、はいはい、よく遊びに行こうっつってこうね異性と行って。うんうん、行きましょうってなったら、はい、それはもうほぼほぼ OK ってことじゃないですか。ああ、なるほど、そういう感覚なんですね。うん、だってなるほど、じゃないと一緒にいるの嫌じゃない。まあそうですね。だからやっぱちゃんとそうなったらやっぱちゃんとある程度その告白を してあげなきゃいけないと思うんですよね。付き合ってくださいとみたいなことを、うん、だってもうきっと好きなんだろうなってわかるじゃん。その好きだからきっと誘ったんでしょみたいな、好きだだから映画誘われたし誘われましてねって向こうもきっとそれはある程度そんなめちゃくちゃ好きとかじゃないけどまあいいなと思ってくれているだろうからね。そうですね。で相手はまあその迷っててもまあそこまで言ってもらえるんだったら一回じゃあ付き合ってみようかなっていう時も多分あると思うんですよ。ああ、もう、ああ、ありましたね。でもこういう時はだから結構そう言えもじもじ言えないね。まあ、僕実はそういうタイプなんですけど、いや俺もう好きだけどねみたいな。そんな感じなんですか。うん。だからでみたいなこうその思いわかるけど、でどうするのこれからこう。ああ、まあそこが大事ですね。っていうところで、まあ、ちゃんとこのゴールが何なのかね。うんうん、これじゃあ今日付き合うっていうことが一つの。ね、ゴールにするんだったらそれをちゃんとやっぱ達成しなきゃいけないじゃないですか。でこれよくサッカーとか僕らビジネスとかでも営業のそのマンとかもね、はい、スポンサー営業ってこれこうなんですよでこれ何千万ですよねっつって、はい、いやもう本当にね応援していただきたいですしぜひはいっていうちゃんと言わないといけないってことなんですか。言わなきゃいけないね。なるほど。だってスポンサーなってあもうねまあ向こうも多分興味があっていろいろ話も聞いてるだろうしまあもちろんそういう場合興味もない場合もあると思うけどまあ興味がないんだったらないって言ってもらった方が次に行けるじゃんこっちも。まあそうですね。うん、例えばユニフォームを作らなきゃいけないとかねそうなった時に、うん、じゃあもういつに契約をしてねお金をまあ振り込んでもらったり契約書を巻いたりしてロゴのデータをもらってじゃあいつユニフォームにこうプリントが入りますとかっていうことを期限からいくともうこの日がもうリミットなんで、ね、あ
もういつまでにお返事くださいということも言わなきゃいけないし、うん、でこういうふうにしましょう、ああいうふうにしましょう、ね、これこうこうこうなるから、で受けた返事もらえれば、じゃあ今度契約書の内容をまた、うん、あのチェックしていきますんで、まずはその、ね、この金額これだけになりますから、でこれでまずどうなのかっていうのをお返事をくださいっていうことをちゃんとイエスのをもらうその場で、うん、まあもしかしたら社長さんにね、あれさんだったら一回ちょっと確認をするっていうことであれば、あの、まあ、確認をしてもらうっていうこともいいんだろうけど、まあでも俺からするとそのもう何つうの、確認しますねの状況になってる時点でもうダメというか、もう決済者に会わなきゃいけないよね。それが社長がこの金額は部長さんでは決済できない金額です、社長しか決めれません、もしくは役員会でしか決めれない案件ですって言うんだったら、じゃあ役員会でプレゼンさせてくださいっていう感じ。もう保護者も連れてきてくださいっていう。そうなんで子供、父さんたちに聞かないと分かりませんっていう子供に対して一生懸命うちのクラブはねって言ってるような感じ。そうじゃダメじゃない、お父さんお母さんが決めるんだったら、じゃあお父さんお母さんにこの価値を伝えて、どうしますか、子供は気に入ってるみたいです、通いたいみたいですっていうことも、でどうすかっていうことをやっぱちゃんと伝えなきゃいけないけど、まあもしよかったらちょっとお母さんに入りたいなみたいな、ちょっと言っといてみたいな感じにやっぱなりがちじゃん。なりがちですよね、うん、でやっぱ、まあ、僕もその管理職、中間管理職の、立場ももちろんやったことあるから、やっぱ社長に言えるタイミングとか、はい、いつ言おうかなとかで、いや今でもちょっと決算悪、数字悪そうだからちょっと社長に言いにくいなっていうタイミングとかあるんですよ。いや、もう、はい、その通りでしょ。だけど僕逆に言うと今もう経営者の方にいるから、いやいや、はい、言えよっていう時もいっぱいあるわけ。うん、ないならないで最初に断るし、お金なくてもむしろこれからじゃ逆にドーンって稼がなきゃいけない時に、それじゃあ、まあ、スポンサー広告なのかその出資なのかどういう形か置いといて、そこにお金使うことによって、じゃあそのサッカーチームのファンクラブ会員が1万人います、そこに対して営業メールが送れるとか、何かコラボして事業できるんだったら顧客を集める方が大変なんだから、じゃあそっちに対して私営業したいから言ってこいよって思う時がある。その勝手に気使って俺の懐事情を部下がね、勝手に今日タスクさんお金ないだろうなみたいな感じで、ね、ほらよくあるじゃん、あのご飯を食べに行く時とかにさ、あの先に何にするって言われたら一回安いメニューを言ってみますみたいな時ね。ありますね。あるでしょ。マックとか行ったらさ、ね、いやあの僕はあのもう全然あのチーズバーガーですみたいな。嘘つけよと。もう最後に俺チーズバーガーだったの。小2とかよ多分。もう小3以降そのサイズ食ったことないけどっていう。それもあるですよ。ぐらいでしょ。ね。まあ最低ダブルチーズバーガーじゃん。最低ダブルチーズバーガー。早くないですか？小4くらいから。小4はもうダブルチーズバーガーよ。そういうことよ。だから、だけど、いや、俺か、で、それで、いや、もう僕、ポテトとかも実はあんまり食べないですみたいな人とか、いるじゃん。勝手に、いや、もう僕はハンバーガーだけでいいですみたいな。いや、そうじゃなくてみたいな。いや、なんなら、じゃあ、お前がもし食べないにしても、セットにしたらして、じゃあ、お前のポテトは俺が半分食うから。はい、俺はセットをナゲットに変えれるじゃんみたいなこともこっち側サイドが決めれるじゃん、いろいろお金出すサイドが。まあもちろん別にポテトはポテト食べてもらってもいいし、なのにじゃあそっちがそのあなたがダブルチーズバーガーだけでいいですっていう人を横目に、俺はあじゃあ俺は今あの何今何なのかな、こうサムライマックの LL セットで頼んでいいですかって、はやっぱりこっちもなんか言いにくいよね、なんか横で言いにくいじゃないですか。なるほどなるほど。だからいやもうそういう時はだから俺は割と自分で先に割と頼むわけ、俺はこれにするっていう。そしたらあそのラインまではいいんだなとか大体なるでしょ。こうなりますなります。あタスクさんサムライマック行くんだったら自分もサムライマックもしくはビッグマックぐらいまではいいかなとか。ありますよね。ちょっと一個したかなとか、いやいや全然一緒にサムライマックしようぜみたいなことも言いやすいし。うん、ね。そういうのも。なるほど。だからまあまあそれはちょっと話脱線しすぎたけど、ね、そういうことってあると思うんでね。ありますね。うん、
だからまあ逆に言ったらもう先に僕はね、サムライマック食べたいですっていう話をやっぱり言わなきゃいけないの。ああ、なるほど。うん、ね、もう言っちゃっていいんですね、そこはもう。うん、まあ断るけどね。まあでも一回言っといた方がいいってことですね、それも。そう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 。で、逆に言うたら、ちょっとお金なくても、いや僕、サムライマック今日食いたいです、お腹すきましたって言われたら、あの、はい、やっぱ男の人とも絶対そうだもんね、やっぱ多少見栄もあるから、ごめんと、はいはい、今日フィレオフィッシュで我慢してくれんかとやっぱなかなか言いにくい。そこどうしたいですか、先に注文どうぞって言うべきなんですか。いやいや、今何の話してるの、今マクドナルドの話をしてるんでしょ。そうじゃな、そうじゃなくて、だから例えばスポンサーの営業の話とかもそうだけど、もちろん全く1円も出せないってこともあるかもしれないけど、そのじゃあもう話ある程度盛り上がっててこうですよねとね、じゃあ100万円くださいとね言われた時に、はい、今も100万だ1000万だとかいう話をしてるのに、ごめんちょっと1万円でいいかとはやっぱ俺は言いにくい。でしかもこっちもある程度会社の規模とか調べていきますからね。ああ、なるほど。うん。ってなったら、どれぐらいの？そう。やっぱだから多少逃げれない状況みたいなのもやっぱあるわけよ。相手も。でもそれが部長さんとかだったらちょっと社長に聞いてみますねとか、やっぱ後ろ側に行くと。逃げれますね。そう。だからね、結構ね、全く会ってくれない経営者の方とかが多いわけ。その決済者が隠れるパターン。まあ、隠れるっておかしいね。だからそういう俺らみたいなアホなやつがいっぱい来るんだろうね、きっとね。だからなるべく人と会わない、そうちゃんと、うん、だしだ僕も基本だからあんま会わないようにしてた。断れないから。あ、なるほど。断れないから、うん、俺断れない人だからなるべく会いたくない、あのごめんねっていう。面白いな、その心理、うん、はい、そうそうそう。だからやっぱりこうチャット行ってもお願いしますってやっぱ言わなきゃいけないし、まあ、それこそその来た時に保護者に対して、いやもうこれ入りましょうね、今これこうなんで、ここでもうすぐもうこれってもうお申し込みくださいということをちゃんとやっぱお伝えないといけないんで、落ち着いて、まあ一回ちょっとお家に帰ってもらって、ちょっと一回検討してもらって、あのもしよかったらまたちょっとあの連絡いただければって、もし良いことなんかないから。ああ、なるほどなるほど、うん。だってそうじゃん、だって一緒にデートしてさ、まあ、もし今日俺いい感じの人だなと思ったら、まあ、またあの遊びに行こうって言ってくれたら、僕もまた遊びに行ってもいいですよって言われたら嫌じゃない、お前が誘ったんだろうってなるじゃん。そうでしょ、確かに、はい、うん、なるほどでしょ。だから、いや今日どうでした、よかった、楽しかったです、よかったです、あそうですか、あじゃあもうあの入会じゃあもうぜひしてください、ね、でこれ書いて、こういう書いてもらって、これこうしてもらったらもできるんで、もう来週はさらに今日の練習からこうステップアップして、もうもっと楽しくなると思うんでねっていう風に言って、ああってもうなんか出す前提で話が言ってくれたら、ああまあそうか、まあもう子供楽しいっていうし、まあまず始めさせてみるかっていう感じで、なりそう、うん、間違いないです、ね、いいと思うね。実際デートもそうだけど、いやもう今日楽しかったねって言って、うん、ああ楽しかった、うん、そうでしょ、今度さってあの映画道だこれめちゃくちゃ面白いから、じゃあこれ今度行こうって言って、いついつやってるから、あその間にあそこちょうど美味しいレストランできてるから、じゃああそこ行こう、あいつが空いてる、あ次の日曜日やって約束したら行かなきゃいけないの。すげえ経営者、すげえね、これすごい大事なわけなんですよ。でもまたじゃあ気が向いたら遊ぼうねってたら、気が向くことなんかないから。なるほどなるほど、うん、っていうことをね、みんなちゃんとある程度分かっててほしいっていうか、でそれでダメ、求めてるってことなんですね。そうで、うん、ダメならもうダメ、しょうがないじゃん。だそのダメなのに同意を得られないのに無理やりしたら犯罪だからね。無理やり押し売りしたりとか、そのなんかしたら絶対ダメだから。うん、はい、でこっちもだからそれでいいよっていう人と一緒にいたいし、でね、うん、そうそう、だからなんか言うじゃん、なんか言いにくい、まあしかもなんならそのこの可能性がないかなと思って勝手にその申し込み書すらケチって渡さない人みたいな。ああ。だからなんか紙もちょっと印刷費もかかるしなみたいな、そのスタッフとかが、あの最近コピー。いや、いるよ、めちゃくちゃいるよ。ええー。うん。そんなのちょっと、いや、可能性なさそうだったんで渡しませんでしたみたいな。いや、可能性なくしてるのはお前だからって言いたい時がめちゃくちゃあるんだけど、いや、そもそもだって入るつもりで。だって、体験に行くってことは、半分はもう絶対入るつもりで来てるから。確かに。うん、それは間違いないですね、うんうん、ね、
で興味なかったら来ないじゃん、間違いない、うん、と思っ俺はそう思ってるから、うん、だし皆さんもそう思ってくださいね、皆さんも、うん、だからうん、もうだからどうですかって、もちろんそれで受けた感じで、あ、ちょっとやっぱ違ったのは絶対あるはず、うん、でも明らかに子供も楽しそうだし、どうでしたってここで説明して、いやもうすごく楽しくて良さそうでしたって感じがいいんだったら、あ、じゃあもうぜひ入ってください、もうあの楽しいし、で、まあ、まず1ヶ月、うん、2ヶ月やってみて、でまたまあじゃあその子供が大きくなるタイミングでやっぱり野球したいとかなんとかしたい、まあもちろん年度もそうだし、うん、うん、どっかのタイミングでもちろん競技切り替えるとか、もちろんいつでも言ってもらったらすぐ大会もできるし、ちょっとじゃあね、あれやったら休会するっていうことも全然できるから、まあ、まずは一回やってみて続けてみる、この遊ぶスポーツする習慣をつけていくってのはすごい大事だから、もうすぐ申し込んでください。まあ来週もあのこの時間同じ時間やってるから来てもらったら、まあ、その時に書いたのを持ってきてもらえると OK なんで、はい、じゃあ来週お待ちしてますっていうことでいいわけ。なるほど、うん、なのに、まあ、もしよかったらちょっと、うん、まあ一回お家帰って子供とよく話して、まあ、ちょっと考えてもらって、いやもうそれ多いですから絶対絶対多いでしょ、うん、子供となんかよく話さんもん、まあ、確かに決めるのは親ですよね、うん、まあ、もちろんね聞いて楽しかったって言って、まあまあそれでね、まあ、もちろんあの本当に入るつもりで来てるから入りますみたいな人もいるんだろうけど、うん、なんかほら振られるんだったらこっちが振られてあげた方が良くない、向こうも一生懸命、いやもうぜひ誘われて自分が振る側の方が向こうもいいじゃん、なんかこっちが熱心に誘われなかったって、もしかしてうちの子供能力ないからあんまり誘われなかったのかなとかさ思われたら失礼じゃん、なんかあうちの子供なんかダメなのかなとかね、ね、なんかだって女の子も一緒デートして私食べ方汚かったかなとかさ、だからなんか次誘ってくれなかったのかなと言ったらあれってなるじゃん、そうじゃなくて振られるんだったらこっちが振られてあげた方がいいからね、相手のことも考えるとそこはしたいないと、そう、なるほど、振られる美学よ、振られる美学、何の美学か知らんけどまあそれぐらいのね、それぐらいの気持ちでこういないといかんよっていうこと、まあ、ちょっと話がいろいろマクドナルドの話からちょっと脱線しましたけども、いやいや、でも、まあ、要はこれはもうね、あの、はい、してほしいことはちゃんと明確に伝える。ね。もう今日入会します。はい、終了しましょう。ね、はい。はい。で、これを書いて、来週同じ時間に来てください。ね。っていうことをちゃんと伝える。うん、で、この提案、スポンサーが良ければ、ね。これでどうですかって、今、社長、決めてくださいと。ね。やると。ね。いうことであれば、じゃあ、今度契約書の中身の詰めとか、実際にどういうことするっていう詳細はまたこれから、じゃあ、詰めていきましょう、ね、じゃあ1ヶ月後の契約締結に向けて段取りしていきましょうね、お互い進めましょうねっていう、またいつ次の契約の、ね、ゴールを決めて、じゃあ段取りをトントンしていくっていうことをやっぱりやっていくっていうことが大事かな、うん、まあ、社長また、うん、ね、ぜひ気になったらまた、ぜひ一回また考えてもらってとか、一回チケットとかもプレゼントするんで、まあ何回か試合も雰囲気も見てもらったらまたいいかなと思うんですけど、って言ったらただサッカー見て、あーって言って帰るだけだから。めちゃめちゃイメージ湧きますね。そうでしょ。いや、言えない人いるなよ。うん、で、自分がやっぱご利用しされたら嫌だから。うん、でも別に今ご利用しっていうか、その、いやもう可能性ないならないの方がいいって絶対。ハッピー、みんなハッピー。うん。うん、なんで俺のとこ営業来ないかなっていうスポンサーさんもいたりするのよ。もう本当にポンって行って、ものの本当に数分で、いやもう俺はもうなんなら逆に、いつ俺のとこ営業来るかなと思ってたよ、はははっていうような社長さんもいらっしゃるわけ。うん、だからそんな人に早くたどり着けた方がハッピーじゃん。まあそうですね。うんうん。ね。まあそのためにいろんなまた施策というか、またマーケティングをしていこうっていうのは、まあまたちょっと次の話になるんだけど、うん。まあそれとりあえず今日は置いといて、まあ、なので、まあそういった無料の入会とかもそうだし、ね。来たら必ずこうしてくださいっていう、ね、コールトゥーアクションっていう、まあ、言葉もあるんだけど、ね、どう行動してほしいかっていうのをちゃんと教える、ほらランディングページとかでも今すぐここをクリックとか、はい、申し込み、はい、ね、申し込みクリックしてくださいっていう、ちゃんとこのページでしてほしいことこれってお伝えするでしょ、なるほど、うん、それと一緒だから、 Facebook も必ず左側バンって見た時にいいねがあるわけよね、あ、いいな、見たらいいね、いいねっていう、してほしいのはいいねをしてほしいわけ、みんなで、私見たよ、なるほど、
してほしいことは何なのかっていうことを明確に表現する、それをちゃんとしてっていうことを言うことはすごく俺は大事だと思っているから。あ、なるほど。うん、ぜひ皆さんもね、あのやっぱり日本人引っ込み思案みたいなこともあるけど、だそれはまあスマートとか言い慣れてきたら、で断られても、あ、そうですか、いやもう全然、もちろんうち以外にもサッカースクールは例えばいっぱいあるし、ね、他のとこも見に見てくださいよって言って、でまたもちろん他見てやっぱちょっと違うなとか感じられたら、また戻ってきたらもうまたぜひ体験またしてもらってもいいと思うん でも実際そうじゃん、スポンサーさん今年成績悪かったけど来年だったらできるかもとか、あ、スポンサーっていうこと自体をまだ分かってない方が、あ、なるほど、言われたらちょっと調べてみたりして、あ、俺もやっとけばよかったかもって思うかもしれないから、でその後にあいつも断ったから二度とあいつさせないじゃなくて、ね、またその時に、あ、またじゃあご縁があったら一緒に仕事しましょうっていうだけの話だから、ね、そういう意味でもちゃんとお伝えして、ダメならもちろんダメで、それはちゃんともちろんこっちも理解するし、ね、ずるずるなんかちょっと可能性ありそうな良さそうな雰囲気ではあったんですけどっていう部下がいるんだけど、いや社長の感じはなんかちょっといい感じだったんですけどみたいな、もういい感じだなーで帰ってくるイコールもダメなんだよ俺からすると。だっていい感じだったらそこでやるって言うんだもん。まあそういうことですね、うん、まあ、ね、か伝えれてないかってことは、ね、そうそうそうっていうことだと思うんで、はい、なるほど。また今日もちょっと話長くなりましたけど、いやいや、はい、ありがとうございます。今日はそのコールトゥーアクションっていうテーマで一つ必ずやってほしいことを伝える。はい、はい、まあね、あなたが言うとこれからその体験に来た人たちに対して、そうです、うん、はい、うん、これはもうこういう風にしてください、ね、ぜひまた来週も待ってるのでみんな来てねっていう、お楽しみに、はーいって言うから、で、はい、もし来るときにあのまた入会する人はじゃあこれ書いてきてください、書いてください、ね、もうそれで終わりで、来ない人は来ないんだからっていうことですね。なるほどですね、はい、しっかり伝えるということで、伝えてください、はい、お願いします。ありがとうございます、よくやりました、はい、ということで、じゃあまた、はい、はい、で僕はこんなことを言いながらね、僕もいつもこれ動画で言い忘れるんですけど、はい、皆さんこの動画を見ていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録ね、確かにこんな言い忘れるよ、言い忘れる、僕もこんなこと偉そうに言っときながら、僕もそれぐらいのトーンでしか YouTube を今やってないんで、ちょっともうあれなんですけど、うん、皆さんチャンネル登録、こっちからカメラチャンネル登録お願いします。やってほしいです、チャンネル登録お願いします。はい。ということで、はい、今日は以上になります。次回もよろしく。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。はい。